中村愛のうまコラボ、新年明けましておめでとうございます。中村愛です。プシュー。皆さん年末年始いかがお過ごしでしたでしょうか。私は年末に大池場で当てました。今年も頑張っていきますよ。ということで今週は G3 新山記念が行われます。私中村愛の注目馬ズバリこちらです。ダン、5番クワシルです。なぜクワシルかと言いますと、2年連続構想中のモーリス産駒だからです。ということでまずは過去10年の距離別成績見ていきましょう。だーっと見ていただくと分かる通り、1600m と1800m を走った馬の3着内率が高いことが分かります。このことからもこの距離を叩いて挑んだ馬の構想がありえるんじゃないかなと思っております。クワシルはと言いますと、前走この距離と同じ1600m の阪神の新馬戦でした。この時はスタートから先頭に立つとそのまま見事な逃げ切り勝ちを収めております。しかも逃げたにもかかわらず上がりはメンバー3位の34秒3。新山記念過去5年見てみますと優勝馬の前走上がり3波の平均34秒2ということで、そこまで遜色のない末脚なんじゃないかなと思っております。なので前走のような走りができたら好走可能性あると思います。そして新山記念、おととし1着ピクシーナイト、2着ルークズネスト、去年はと言いますと2着ソリタリーを2年連続でモーリス産駒構想中です。クワシルのお父さんモーリスです。かなりこれに期待しております。ということでまとめますとこちらです。レースと好相性モーリス産駒、そして重賞初挑戦なんですが初優勝期待しています。5番クワシルに注目です。馬と未来とのコンテンツ馬コラボ、高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位内の組み合わせが合言葉です。昨日行われた24レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位内の組み合わせだったのは9レースでした。その中でも中京12レースでは1番人気、7番人気、8番人気で決着したレースを見事的中、3連単の配当は4万円を超えました。的中された方おめでとうございます。今週は新山記念のコラボ指数をブログ内で無料公開。また馬と未来とでは年始からお得なイベントが目白押し。1月のキーワードは馬と未飛躍宣言です。詳しくは馬と未来とで検索してみてください。以上中村愛の馬コラボでした。